こんにちはお疲れ様です。タカさん。今回は気になる男の125話の補足ということで動画の方を撮らさせていただきます。この補足動画はタカさんから送られてきた動画に添付されているメールの内容について私がねタカさんに個人的にお返しするということになってますのでもしかしたらねこの動画を見ているタカさん以外の方はちょっと面白くないのかもしれないですよね。まあでもずっと見ていただいてる方もいるみたいでなんか気づきとかヒントがその中からなんかピックアップできるみたいなんですよね。 つまりは情報っていうのはね、取り出す人のセンスによって、ものすごく大きなものに化けたり、まあ、二足三文のゴミになったりするわけなんですよ。ですんで、即可塾の中では、受信力。ね。こういったものを非常に大事なキーワードとしてお伝えしております。受信力。受け取る力ですよ。無意味だと思われるものから意味を取り出すこと。それはまさに、ゼロ情報から100情報、1万情報に拡充するっていう意味でもあるんですよ。 世の中には情報がたくさん溢れてますけども一見無意味だと思えるでしょうでも無意味だとしか思えない自分の受信力のなさを反省した方がいいんじゃないかなと私はいつも思うんですよねさあ物事を受信できたら今度はね展開する力っていうのが必要になってきますツイッターっていうのによくこの意味っていうのは現れてるんですけどもツイッターって短い文章しか掲載されないんですよねその文章から展開して悪意を込めて解釈するのか それとも可能性や励ましや豊かさってものを拡充して拡張して解釈するのかこれが展開力の差なんですよえ実はね前回私がツイッターであるコメントを書きましたこれはねガーシーという国会議員に対していやガーシーという国会議員はさ他の国会議員じゃできないことをやってるよねっていうふうに書いたわけなんですよツイートでそうするとやっぱり反論がすぐあるんですよ 国会議員である必要は全くないよねっていう返信です。まあそれ以上私は返信しないことにしてるんですけども、確かに国会議員である必要はないです。政治の闇を暴く、芸能界の闇を暴く、国会議員じゃなくてもいいんですよ。でも、国会議員としてこんな私が必要ですかというふうにガーシーさんが立候補したら、国民がそういう国会議員が必要だよってことで投票して当選するんですよ。で、この現象を捉えたときに、 すでに民意はガーシーを必要としてるんですよね。これはね、面白いことに、岸田総理も同じ選挙で当選して、今、総理の座に上り詰めたということを考えると、この国会議員というのは全体で700人いるんですけども、同じ条件で同じ席に座ってるんですよ。ガーシーも岸田総理もですよ。そう考えたら、個人的にどういう思いがあろうと、国民に選ばれた ガーシーシと岸田総理っていうのが同じ横一線並んでるってことになるんですよねこれがだから展開力なんですよですこの展開力が薄いと自分の個人的な感情でガーシーむかつくからこんなやつなんで国会議員になったんだよこいついらねえよって思うんですけどもそれは個人的にその人が思ってるだけであって民意としてこの有権者に聞いた時にはこの人国会議員になった方がいいよってよ。 え、ドバイにいて日本に来ないのでも国会議員になった方がいいよっていう人が多かったから当選してるんですよね。反対に国会に毎日出席していろんな議題に真面目に取り組んでる人でもその議題国民にとっては何の意味もありませんという風に評価されれば当選しないんですよね。生あきこさんって有名人ですよね。何かやってますかねガーシーはニュースに毎日のように出てきます。 ヤフーーーーのニュースに毎日ガーシが出てきます。生あきこさんはせっかく当選したのにどこ行っちゃったんですよね。まあ、つまりこういうことなんですよ。うん、確かにね地味な人っているんですよ。粛々と業務をこなして目立たない人。そういう人が無理だと言ってるわけではありません。でもやっぱり国会議員が公の仕事をしている以上何をやって歳費をもらっているのかってことがはっきりしなければ次の選挙で判断できないんですよね。 だから余計に有名人、著名人は何もやらないことを選ぶんですよ。何もやらなければ失敗もないし批判もないんですよ。ただ国民は何かやってんだろうぐらいにしか思わないんですよね。でもガーシーみたいな人っていうのはそれを隠さずに自分が何をやってるかを毎日のように放送してるんですよ。だから賛否両論があって落選するリスクも背負ってるんですよ。俺の活動が気に入らないんだったら次の選挙で俺は落ちるだろうなってことを覚悟してそれでもやってるんですよ。 ね、やればやるほど人気がなくなるかもしれませんよ。やらなければ人気は落ちないわけですよ。だから、私は思うんですけどもね、やり続けるってことは誰かの評価にさらされるってことであり、その結果を自分が全身で受け取ることだと思うんですよ。これは国会議員に限らず私たち YouTuber も同じで、やってもやっても何の成果も得られない、何のチャリンもないってことはそういう活動をしてるってことなんですよ。だから修正してどうやったら 人に喜んでもらえるだろうか、ためになった発見があると思っていただけるのか、ということを考えるんですよ。そうなったら、こういうことも考えられます。誰かの YouTube 動画に対して、返事の動画を撮ってやろうって思うわけなんですよね。何々さんがこんな動画を撮ってくださいましたけども、私はね、こういうふうに思うんですよって。本当に素晴らしい動画です。この人のチャンネルを紹介しますっていう動画を勝手に撮ったら、紹介された方としては、ありがとうございますってなるじゃないですか。つまりは、 この YouTube をやることによって意味が生まれるんですよね。だからね、YouTube を始めて何もやることがないなって感じた方、とにかく人の YouTube チャンネルを紹介する、応援する動画を日替わりで撮ってみたらどうかなと思うんですよね。そしたら少なくともそのチャンネルを持ってる方には喜ばれるでしょう。じゃあ300日それを続けたらどうですか ?300 人を喜ばせることになるんですよ。同じ YouTuber 仲間としてね。やめようと思ってた人がもしかしたら復活するかもしれません。 タカさんもあるコーナーをやめていたんですけどもこの度復活しましたよねだからね以前こんなことをやったんだけども途中でやめちゃってっていうのはは,みはにかみながらでも正直に話すことによってじゃあその企画2人で盛り上げていきましょうっていうのが起きるのも YouTube なんですよそれこそ10代の頃にやろうとしたことそれいいね YouTube を使ってさちょっとこういうプロジェクトにしようどっていうふうに始まっていくのが企画なんですよね でそれをどーっと繰り返していくとその中でやっぱり共感する人が出てくるものがあるわけなんですよ全部じゃないですよ10本作ってそのうちの1本が共感者を得れるんだったらその1本に特化してシリーズ12 3リーを作っていくんですよそうすると当初は例えば10本の動画を作りました今でも10本の動画を作ってます作るペースは同じでも人気のシリーズの10本を作るのか何か分かんないけど乱発して10本作るのかその重みと意思が変わってくるわけなんですよね それれによっってアクセスの取れる動画ういうふうにして探求していけば YouTube っていうのは非常に面白い宝探しのように思えるんですけどもいかがですかね高さんには分かっていただけると思うんですけどねはい、えー、そして、えー、あと今回の動画補足動画の最後にね生活リズムのことに関してをちょっとお話ししましょうあの生活リズムが一定するとどのぐらいの作業がこなせるかってことが分かってくるんですよそこから逆算して一本の動画にかけれるエネルギーっていうのも分かってきます えー、今日はですね私はね深夜1時半に目が覚めまして2時ぐらいから活動スタートしてるんですよそして朝5時には3時間がかりでね全ての活動を YouTube 活動を終わっていくことにしてるんですよ5時から5時20分ほどまでに、まあ、腹ごしらえをするなりトイレに行くなりして5時半からのライブに備えるそして6時になったらライブが終わって速っか塾のコンテンツを皆さんに配信するという作業それで1日の仕事は終わりって感じですよね あとは、時間があるときに動画がプラスアルファで撮れる限り撮っていくって感じで一日を過ごします。まあ動画撮ろうかなと思っても撮らないこともあります。それは別のことを優先する意味で、結局朝5時半から6時のライブが終わったら私の仕事ってもう終わりなんですよね。あとは付け出しでやりたいだけやるって感じです。そして生活リズムをもう一個申しますね。5時に夕食をとって6時にお風呂に入って7時に寝るわけですよ。 で7時に床に貼るんですけども大体ヤマト君と2時間ぐらい2人で遊ぶんですよね布団をね使って修学旅行の枕投げみたいな感覚ですそうしていつの間にか8時とか9時とかにどちらからと,もどちらからともなく眠りにつくという形で私のパターンっていうのができるわけなんですよそうなるとやっぱりね1時とか2時には目が覚めちゃうんですよねでもう眠くないんでそこからぐっすりと眠ってるヤマト君を尻し目にずっとこうやって YouTube 活動するって感じになります この深夜の時間帯が、外もやかましくないし、訪問もないし、電話もかかってこないし、最も落ち着いて作業ができるなというふうな気持ちですよね。冷静に物事も見れますしね。そして一日のスケジュールも今立てるんですよ。今日11月15日、まだ夜が明けてない、今4時19分です。何しようかなと、どうしようかなと、何を済ませようかなと。誰よりも早く一日の組み立てができますんで、やっぱり段取りよく一日が進みますよね。 段取りよく進むんで、うん、大体4時とか5時とかには夕食をとってお風呂に入ってみたいなサイクルに戻ることができます。で、イレギュラーな仕事って私入ってこないんですよ。人付き合いがないんで。これもいいですよね。他人がいないことによって自分が十分使えるってこと。いや、これは非常に大事だと思います。あのー、会社に勤めてるとね、必要なんだろうけども、必要じゃないような、よくわかんない人間関係がついて回るんですよ。もちろん、 その自由度のなさがサラリーマンの宿命とも言えますしその中で貴重な縁振り返ってみれば大切だったよねってことが見つかるんでデメリットばかりではないんですけどねただ私が選んだ人生っていうのは別の人生なら得られたメリットもデメリットと相殺して振り切ってこっちに来てるわけなんですよ当然今の暮らしデメリットもありますでもそのデメリットは噛み殺してでも今のメリットが私にとっては貴重だなと思えるんでね、えー まあ今こうやって選んでるわけですけどねどうなっていくのかこれから分かんないですけども分かんないからこそ手数を増やしていかないといけないかなとも思っておりますじゃあこんなところで今回は以上ですかねあそうでおまけおまけなんですけども昨日ね即可塾の売り上げ上,上がったんですけどもやっぱり気になる男シリーズやってるとその気になる男シリーズの中で確かにそうだよねって気づきを得る人ってタカさんもう気づきを得ていただいてるって書いてくれましたけどもあの流れ玉というふうに私は言うんですけどもね タカさん以外の人がタカさんに対して送ってるメッセージからいろんなことを感じ取っていただいてやっぱ即果塾っていうのは自分も入ってみたらいいかもしれないなどうなるんだろうっていうふうに興味を持っていただいて、えー、メール連絡から入金に至るということになって昨日は入金がねあの全額ありましたんであの、まあ、非常に長い間この「気になる男」シリーズでも他の動画でも見ていただいたんだなと思います。貴重な人生のの時間の中で 無名な私なんていうののね動画を気にしていただいて自分のバイブルにしていただいてそこにまあ一定の金額をかけても惜しくないと判断してくださる非常にありがたいことですしそれからね見る目がありますねと言わせていただきたいなと思いますねはい、えー、以上でございますじゃあ次回126話よろしくお願いします